これは先日撮影されたドライブレコーダーの映像です。この後起こった衝撃的な結末とは。はい、どうも、いつも全開ブリブリ昭和生まれの23歳ゲロ兄さんです。 Let's get started。 エリアは第9方面。警視庁第9方面交通機動隊員が待機しています。はい、それはさておき、今日は夏希よ。ゲロ兄さんチャンネル、帰るぜ。この後はコープでお買い物、玄米パンを買おうぜ。いや、西日がきついぜ。対向車の視界はこんな感じでしょう。うわ、眩しそう。ちっかちっか、左曲がります。この車もコープに入るようです。先に待機しているので普段なら譲りますが、相手の視界が悪いので先に行かせてもらいます。ごめんなさい。みんなも玄米パンって早口で10回言ってみよう。いくよ。玄米パン、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 ゲロ兄さんチャンネル。別の日、この車にご注目。エッチな車発見。あんた、さっき止めたんじゃないの？ああ、少しでも濡れたくないようです。ゲロ兄さんチャンネル。続いて、ここに一時停止があります。ちゃんと止まらないとダメだぜ。うんこ、漏れそうだったんです。やれやれ、第9方面ではよくあることです。ゲロ兄さんチャンネル。おまけ。元セブンイレブンが唐山になったので、今日は唐山。コロコロ、アケアケ、ホクホクホク。ごちそうさまでした。運転中の視界に注意しましょう。うわ、眩しそう。ついに自動車ローンの現実を直視するゲロ兄さん。その金額に耐えかねた嫁はローンの見直しを委ねる。そこに新車という名の期待はなかった。そこに予算という名の施策はなかった。そこに他者という名の興味はなかった。そこに共済という名の保険はなかった。そこに貯蓄という名の計画もなかった。次回、終局、マジ切れを嫁に。この次も月に変わって。あんたバカ。ゲロ兄さんをチャンネル登録高評価で、今日からあなたは無事故無違反。それでは皆さん、ご安全に。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲロ兄さんのモチベーションアップにつながります。それじゃあね、バイバイ。